はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、では今回はガンダムクロスディメンション0079ステージ2死にゆく者たちへの祈り、こちらをやっていきたいと思います。まあ多分これも物語的にステージ2で終わりかな。まあ08正体も2話で終わりましたけど、まあ2話っていうかステージ2で終わりましたけど、今回もこれはステージ2で終わりそうですね。RX78XX ピクシー、地球連邦軍がホワイトベース隊のニュータイプと噂されるエースパイロットのために用意した新型モビルスーツである。今真の主のもとへ届けられるべく、灼熱のゴビ砂漠にその機体は隠されていた。そしてその新型を狙うジオン公国軍ウルフンガー隊、彼らは配送の上を癒すべく奇襲による物資強奪を行い、ようやく出会えた友軍部隊をもカマセイヌに利用、ついには眠れる妖精を戦場のただ中へと引きずり出した。妖精を狩るパイロットは本来の主ではない。ウルフガー隊は新型が脅威となる前に強襲を敢行。しかし妖精に秘められた性能はその予想を大きく上回っていた。砂漠の妖精は戦いの中で戦いを覚え、敵と交えるごとに成長を重ねる。戦い続けることで強さを増していく妖精の猛攻にウルフガー隊は一時撤退を余儀なくされ、無事に合流地点へとたどり着けたのはヘンリー、マーチン、サキの3人のみであった。レイ、それにレストも言ったか。クソったれ、あいつらが先に死ぬ必要はなかったんだ。もう二人は戻らないか。サキ、マーチン、砂漠で嘆いても仕方がない。俺は今晩もう一度あの基地に攻撃を仕掛けようと思う。私は隊の決定に従います。弾薬もまだ残っていますし、モビルスーツの損傷も軽微です。あの新型の性能はかなりのものだった。とはいえ昼間の戦闘であの基地の戦力はもはやズタズタだ。はい、一日のうちに何度も襲撃されれば兵たちの疲労もかなりのものかと思います。そうだろうな。闇夜に紛れ一気に敵基地に突入し、最優先目標の新型モビルスーツをやる。かなりの危険を伴う作戦になるが付き合ってもらうぞ。なに今さら水臭いこと言ってんだ。こんな面白そうなこと放っておけるかよ。夜までにはまだ時間があります。すぐにモビルスーツの整備と補給を始めましょう。助かる。では各自準備に取り掛かってくれ。それでこそ隊です。とっとと済ませて腹ごしらえもしちまおうぜ。腹が減っては戦はできぬってな。おのおのに覚悟を決めたはぐれ者たちは、焦熱に焼き付いた砂漠が静かな闇へと包まれるのを待つ。炎の魔人イフリートと砂漠の妖精ピクシー、月夜の明かりだけが境の戦場を見守る中、孤独な戦士たちの最後の決闘が今幕を開ける。死にゆく者たちへの祈り。ボルククライってパイロットとしてはかなりでも優秀っぽいっすね。普通にこいつが使っても全然いいんじゃない？MPU って何？
怒られる。たば軍するか。何こいつ何このドSキャラ クズな私にだマジドSだなドS少佐だな本当に。まあ量産すれば量産すればって言ってるけど、量産体制がそう簡単に整うかどうかだよね。だってビグザムだってさ、量産しようとすると結構大変でしょ。ランバラル隊、さすがだな。ランバラル隊人望がある。なんか俺には全然わからん。あ、そうなの。最前線っていうのはね、確かにね、一番危険なところですからね。まあ世の中そういうもんすよね。さて今回もこの編成かな。ピクシーとガンキャノン2体。8マイル先相変わらずわからん。それは私がドSだからだ。ミデア。
本当にド S ですな、この少佐は。私はクズを待たねばならんのかってお願いします。まあそうするとミデアは守る感じか。行ってしまった。この距離ってどれくらい離れてんの？ん？これは？爆弾っぽいな。連邦の対モビルスーツ地雷。いつの間にそんなものを。自軍出撃。あ、ミデア、ここにいるじゃん。あ、結構近いっちゃ近いんだね。マップが離れてるかと思ったら。あ、下にもいるのか。そうすると、やっぱりあれだな。上用と下用で、戦艦が必要になるね。これ下向きか。まあ、上はね、数が少ないから、ギャロップで行くか。ん？まあ、向きはいいか。回答できるんで。まあ、これでいいでしょう。あ、待機しちゃったよ。違う、待って。まあ、どっちがどっちでもいいんだけどさ。イフリートを撃破。ボルクは、対モビルスーツ地雷、6機以上破壊後、イフリートを撃破できるか。これ破壊しろと5000。マシンガンでどれだけ破壊できるかだよな。ノーザンライトアタック。ちょっと待ってね。ギャロップを回答させて、で、移動していこう。5000当たるかな。まあ、6機って、全部で何機あるの ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、12、半分か。ちょっと攻撃してみよう。4500、すげえいい感じなの。あれ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 、ちょっと待って。まあ、マシンガンでいいでしょう。っていうかさ、ここら辺にも地雷が来るんだったら、地雷は先にやっぱ破壊しておいた方がいいかな。5400、あと地雷がどれだけ。うお、めっちゃくちゃ仕掛けられてんな。ヒートサーベルで壊せるかな。地雷壊せねえし。じゃあここはちょっとグフで3500か。まあ、でもテンションは上がるのか。テンションアップに役立つな、ヒルドルフ。ザクマシンガン普
二人でやればまあ全く問題ないね。あとはこのあれアタランス 87% か。地雷の撤去作業に結構苦労しそうだな。多分ターン制限はないからね、5ヒットすればとりあえず倒せる。よし、テンション上げとこう。テンションを、あ、4ヒットでも、あ、そっか、テンション上がったからか。うん、いい感じだ、全然余裕だな。じゃあ上は任せて、下だな。ミディアを多分護衛しないといけないから、これ多分ついてるしよ。ついてるね。その名の通りこいつらは護衛しよう。動ける？動けない。散布はできるのか。一応ミノスキ戦闘モード散布しとく。おお、こうなるんだ、すごいねめっちゃ散布されてるわ。艦砲射撃はまだ届かないと。マゼラアタックか。うん、どっちを出そうかな。ピクシー部隊を出すか。ちょっと何かあった時のためにもう一つの部隊は残しておこう。この地雷は結局何なの？やっぱ近づいたら攻撃してくるっていう。これミノスキー戦闘濃度高くなってるからめっちゃ当たらないんだけど。いいね、初めて散布したよね。あいつら来んのか。え、ちょっと待って、まずこのピクシーでこれをやると、で 34% あれ変わんねえか。散布してみよう。ここって散布されてる？あ、24% か。やっぱ下がってんね。いいね。あー、そうだ。これがあったね。ま、スナイパーで狙い撃ち。ロングレンジビームライフル。ジムスナイパーがどんどん上がってくね。じゃ攻撃力上げよう。初期ジムだな。初期ジムほんとなんとかしたいからな。多分ね、強い機体とかになるとね、エネルギー消費もねめっちゃ激しいんですよね。でこれは別にいらないでしょ。で従来の G ジェネだとなんか本当にそのアナザーガンダムとかもいっぱいいて、強ければ強いほど本当エネルギー消費が激しかったんですけど、今回はね宇宙世紀だけなんで。帰ろこいつ、帰れねえしこっちじゃなかった。多分ゼータガンダムも強い方になるんじゃないかな。やっぱり結構ステージ的には一年戦争系が多いですからね。ジムスナイパー狙撃じゃないマップ兵器初めてか。まあ、マップ兵器はね固定ダメージなんで
これどうかな、支援を入れた方がいいかな。マシンガンで倒せるでしょう。まあ、こいつら結構ねガンガン攻めてくるんで。てかもう一回話が進むかだな。この地雷撤去はこいつ任せよう。でザクが来てると、移動してからね攻撃してくるからね。よし、超強気。なるべく射程ギリギリのところで行きたいけど、オッケー。あれ一応もう、ああ大丈夫だね。ゼロ機以上破壊後ってちゃんと数減るんだあれ。じゃあジャイアントバズーカで撤去していくか。ドムも4レベル。ギャロップ結構進めるね。ただやっぱり戦闘用ではないからね。戦艦が進むごとに出てくるな。まあエネルギーがないんで帰りましょう。どうしようかな、グフだな。グフはなそんな強い感じしないね。そうするとこのガンタンク、ロケットランチャー、タイチ、こういう特殊属性がついてるのすげえいいな、強い。こいつ射撃用じゃねえし。能力見てみたら、こいつも帰るか。グフも一回帰ろう。で EG8 ちょっとここら辺出しとこうと、ヒルドルブもここら辺出しとくか。谷からはさすがにね狙われないと思うんで。でジュースナイパー一旦帰るか。でここら辺の敵が来そうだから、シオガンダム4号機出しておくか。でこいつらは後ろの方に出しておこう。まあ簡単に言うとグループ攻撃要因だね。オッケー。あー増援部隊が来るね。てかこいつはどっから湧いてくるんだよ。この基地一つを破壊するのに戦力をめちゃくちゃ投入してるな。ハイパービームライフル、てかハイパービームライフルっていうのが、けエネルギーが減った。この段階で持ってたらすげえよな。やつはまだ来ないか。EG8 ビームライフルで支援を受けよう。さよならだ。
フリートだから大丈夫だよね。こいつと一応地雷に合わせとこう。4900か。ヒルドルグの、あーこれは遠いんだよね。で、EG8 はてか EG8 もあれだな、こいつもパイロット的には近接要員だな。さて、ガンタンクを出すか。ロケットランチャーいけるか。当たれば倒せそうだな。 67% 回避されたか。任せるかこいつに。あーでもいや、ダメージ優先でいこう。そこからのグフがね、どうしてもレベルが低いんだよね。何乗り捨てるの。今のやつって脱出したの。帰ろう。でこの地雷はとりあえずピクシーで破壊しとくか。いや待てよ、これで超一撃になってダメージを食らったら超一撃が戻っちゃうからね。ドムで破壊しとこう。よし、掃除完了。で意外に食らったかな、ダメージ。ミディアは攻撃はできないよね。散布しとこう。でガンキャノンで減らそう。こういう時のガンキャノン。て敵が来るな来るな。なんでこいつめちゃくちゃ弱気になってんじゃん、回避された。まあしょうがない。まあレンジ外からね、攻撃しとけば。まだだ、俺はまだ死ねない。回避された。なんか悲しすぎるな。じゃあスプレーガンで、援護受けらんねえんだ。そうするとジムスナイパーを投入するか。ジムスナイパーをここに置いて、いや入るね、さすがロングレンジビームライフル。3300は大丈夫でしょう。であとは試作0号機で攻めていくか。この黄金ペアで、あとは全部ここから狙えるでしょ。狙撃狙撃。レベル、いやだって130円しか入んないからね、倒しても。いや射程やっぱ長い方がいいね。格闘戦用使いづらいな、まあ、G ガンダムとかだったらね、ハイパーモードとかあって格闘戦もめっちゃ強くなるんだけど、そういう感じじゃないからな。ピクシーのビームダガーで、支援をかければ大丈夫でしょう。初期ジムでも結構ダメージ入るよな。あ超強くなった。
じゃあマシンガン撃って、超強気のマシンガンで、あのザクはちょっと来るのを待とう。下にいるザク、ピクシーが3レベルと、ジムは戻すか、ピクシーも戻そう、ここの舞台は1回戻そうで、なんだかんだでね、4号機減ってるんだよね、減ってるんで、こいつらがここまで来て、まあ、グフはね射程が短いからいいんだけど、出しっぱなしにしとくか。あとは上のイフリート、ちょっとここでセーブしとこう。こまめにセーブをするとか言って全然セーブしてなかったな。まあ、見てる側からすればね、セーブはそりゃ少ない方が煩わしくなくていいと思うんだけど、やってる方はねどうしても怖いんで。でもめっちゃ来るな、これだけ大量のモビルスーツを投入してこの基地は制圧できないからね。EG8 反撃しとくか。 50%50% か。なにー、負けた。さてどうする。普通に攻撃をしよう。 62% か。それが回避されて50、当たらないね。グッ、どうだ。3200、3900、さすがにフリート強いな。まあ6500は絶対当たんないんで、で超一撃になってるからピクシーで決めるか。またノーザンライズアタック 86%。 さて新型がどこまでやるのか見せてもらおうか。青いやつ、今度こそ逃がさんぞ。タコ殴りにしといてよく言う。所詮お偉いさんには分からんだろうさ、実戦ってやつはな。やろう、調子に乗ってんじゃねえ。なんだと。まだだ、まだ俺の戦いは。よし、チャレンジ達成。何？え、やられた？脱出は？タイ、タイ！これは脱出できない叫びだな。最高に楽しいぞ新型！やっと見つけたんだ。こんなところで終わっちゃもったいない。元気だね。おお、これだけの戦力を持っていながらなぜこいつらは単独行動をしていたんだ。お、友軍だと。ああ、そういうことね。いやー、完全にゲスだなこいつは。飛んでった。
さあ、アンノウ。おお、とか思ったらイフリートだけか。イフリートはね、倒さないといけないんで。そうするとザクツ砂漠仕様。なんかあんま欲しくねえな。まあでもとりあえずパクってはおきますか。さて、ピクシーほっといていいかな。もうあとはこっちの戦いだからね。戦艦を前面に出して攻撃できるやつは攻撃していこう。まあ2体までだな。あまりね、数が多いとダメージが入らないからね。で4100、これだったら大丈夫でしょう。ハイパービームライフル、ちょっとギリだな。でコアブースター、メガ粒子砲は2からいけたよね。うん、24だから。で支援は入れないとダメなんで、ザクだったら大丈夫でしょう。このお二人で、よし帰ろうコアブースターはね本当に、あ、そうか、こいつまたやっちゃったな。乗せなきゃいけなかったんだ。どうしようかな。4号機がちょっと少なくなってきたから避難させて、あとこっちの部隊だよな。グフが来るか、仕方ない、とりあえず減らしておこう。でここからどうしようかな。ピクシーのレベルを上げていくか。まあ、これはダガーで倒せるでしょ。超一撃で例によってジムスナイパー無双が始まると。いや、ロングビームライフル系持ってるのはすげえ使えるわ。7500だけだったら絶対死なないよね。グフでも9000くらいヒットポイントあったと思うんで、9100か。下のザクも来るけど、あれはちょっとほっとくか。で帰ろう。こいつも帰ろう。このパターンでいいな。でこれで反撃できて、あいつは瀕死と。でこいつも反撃しておいて、初期型ジムは届かない。まあ、ターンが経てばこいつらもどうせ来るから、もう一ターンちょっと待っておくか。戦場をここにして、グループ攻撃4800、8600、まあ、倒せればそれでもいいかな。うん、倒せるね。あ、下にグフがいたわ。そうすると、そうするとだよ、ピクシー超一撃でザク倒せっか。こいつは倒せるか。じゃあやっぱスナイパーをここら辺に置いて、4800か、きついね。大丈夫だった、クリティカルが出るからか。
で、どうしようかな、陸戦ジムをちょっと鍛え上げるか。ああそうか、隊長がいないから支援が受けられないんだ。やっぱピクシーは出すか。でここにいればこいつとこいつでまず倒せるでしょ。で、陸戦のジムでこの2人も倒せると、ジムスナイパーだな。このジムスナイパーも大変だよな、スナイパーのくせにさめっちゃいろんな敵狙ってるからね。レベル7とかジムスナイパーも絶対これジムスナイパーカスタムとかあるよね。いやーやっぱりジムも強いね。まあこういうのはね好みにも分かれちゃうんでしょうけど、あんまり序盤からね、例えばこのウィングガンダムとかさ、ガンダムシードとかさ、そういうのが簡単に手に入っちゃうとそれこそねもう他の機体いらねえみたいな感じになっちゃうから、やっぱこういうねジムとかねザクがねある程度活躍できるっていうのが宇宙世紀世代としてはやっぱ嬉しいですよね。陸戦型ジムとかさもう絶対もう昔の GJ とかもういきなりさそういう主役系の機体が手に入ったから、これちょっと一旦下げよう。こいつはどうすっかな、とりあえず入れて動かすだけ動かす。解凍で、長距離ビームライフルで、まあ、狙えて、こいつらも動いてきたけど戦艦はまだか。敵の動きも速くていいね。しかもこいつ移動力すごくね、6か普通かでも。さてどうする、このザクツ艦砲射撃で倒して倒せなくてコアブスターめっちゃ命中率高いね。まだレベル上がらないか、帰ろう。でピクシー部隊を出しておこう。あのイフリートを排除しないといけないからね、まず。でそしたら砂漠用ザクをかっさらっておきますか。で戦艦の中に何を積んでるかだよな。いや結構強いねイフリートナフト、ヒットポイントが高い。しかし超強気。ザクを積んでるか。もうザクとかはね金にしたいからねみんな超強気だな。一応支援を入れておこう。うおー回避された、マジかー。砂漠のザクは一体手元に置いとけば大丈夫っしょっていうか8レベルか、もうこいつ。でもう戦艦下に動かそう。でグループ攻撃でこのザクは引きってあれだから、こいつだったら3対6って大丈夫だよな。もういいや、オーリャオーリャオーリャ、こらマゼラアタックだからね所詮。で捕獲してザクをパクると。
で左のマグラアタックはもうスタンドの05機に任せよう。どんどんレベル上がっていくね。で最後か、勝者の運命。なんか謎のあれを手に入れるけど、こいつら一旦下げるか。よく頑張った。帰れない悲しすぎる。じゃあまずやっぱりコアブースターレベル5に上げておきたいからね。よし、10レベル。あとはそうだな、高機動だけだな。弱っ意外にギリギリだったな。ザクマシンガンでどん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 蹴散らしていこう。3000とかねよし、ユニットもレベルが上がったんで、こいつはもう下げちゃいましょう。攻撃して去っていく。そして初期型ジムに変わる。あー、かわされた悲しすぎる。4号機ももう4レベルか。こいつらはだいぶ開発ができそうだな。もう次はちょっと開発を見てみますか。終わったら。でどうしようかな、ちょっと突っ込んで、多少ね戦艦もねクルーのレベルを上げてはおきたいんだけど、マゼラトップ当たれば倒せるよね。まあ、チャンスステップがないんでね、さすがに戦艦はイフリート。対空攻撃じゃなくて普通に艦砲射撃でいいでしょう。ん、どこに来た。痛い。出てくるね。いやー、これはちょっとこいつらパクリ系かな。まずやることとすれば、進めるのだけちょっと進んで、グループ攻撃でまず狙うでしょ、イフリート。でキャロップも減らしておくか。あ、そうか、これ複数できねえんだ。またこっち倒して、でこいつも倒すとこ。よし、これでいいや。オーラ、オーラ、オーラと。で、この初期型ジムでイフリートを倒す。2090。よーし。新型ジムをレベル5か。超強気、超強気か。こいつは倒してから行こう。と言ってもあと1回しか行動できないから、これで帰らざるを得ないんだけど、できればねやっぱりギャロップを破壊しておきたいな。グーフが結構いるね。まずこいつでピンポイントをかけよう。どこまで減るか。おりゃ、18000。
決まったな。高機動型ザク、君の経験値になってもらおう。で、機体はね、1機残しておかないと捕獲ができなくなっちゃうんで、しかもレベル上がんねえし。いただきまーす。こちらのチームってどっちだ？こっちか。ってことは4号機で仕掛けるか。メガビームランチャー使おう。確実に倒す。おりゃ。なんか危なくなかった。まだ上がらんか。スピードホーク、まあ、クリティカルは出てくれるんで。おお、本当に怖いな。かなりギリギリっぽいんだけど。でこいつはもう帰ろう。初期型チームちょっとダメだな。コアブースターもちょっとヒットポイント減っちゃったからね。こっちの部隊はまずピクシーで倒して、で上のマゼラトップを取っておくか。敵の数が多いからね、結構レベルは上がっていくよね。陸戦ジムもな、なんとかしてえな。このマシンガンで倒せっかな。スーパークリティカルが、あ、出れば全然余裕だな。ちょっとあの戦艦射程内に入っていると厄介だから、一回ちょっと遠ざけておびき寄せましょう。でこいつはしょうがない、ほっとく。ギャロップは回避して、でザクが出てくるから、こいつらの猛攻も耐えないとな。でパターンは同じででしょう。ガンダム6号機じゃなくてすぐ間違えるな。これでぶったたいて下がった。陸ジムのちょっとレベル上げるか。そうすると、やっぱり金を稼ぐのは機体を売るのが一番だな今のところ。で、捕獲と。パクってパクってパクるぞ。で、こいつ、どうしようかな。ミサイル、もう無理か。対空射撃。少しでも経験値を稼ごう。テンションが上がった。24,000、お金は増えてきたね。でエースポイントとか全く使ってねえし。 To be continue。 え、何、ここまでか。見事だったぞ連邦のパイロット、お前の勝ちだ。みんなすまない。それでも俺は満たされている。俺は何のために、これは一体何のための戦いなんだ。戦いが人を狂わせるのか。人は戦って失い、戦いを憎み、戦いを否定し、それでもなお戦うしかない。戦いで得るものなどないと、それが無意味だと誰に非難できよう。生きること、そのものが戦い。
戦いこそが全て。我々は忘れてはならない。そんな死にゆく者たちへの祈りを。目標を発見した。早いな。基地からそれほど離れていなかったか。どうやら相当のダメージを受けていたようだ。周囲に敵兵はないか。周囲に敵兵なし。これより回収に移る。一応回収はしてくれたんだね。マレットサンギーヌとかここら辺で手に入るのか。じゃあちょっと編成の方を見ていきましょう。捕獲だな。このザクを1体確保して、あとはもう全解体でいいや。42,000円、いいね。20万円いったね。でユニット管理の、ユニット管理っていうかすぐ忘れる。設計だな。ガンダム4攻撃って何かある。悪海ガンダム4号機 BST。 BST ってなんだっけ。確かにあった気がすんな、言われれば。他の設計は基本的にはもうないかな。開発っていうか生産っていうか編成から見ていこう。6号機これもう完璧だ。ってかさ、試作3号機も作れんの。めちゃくちゃ強いでしょ、だって。280とか。ヒットポイント22,000。まあ、宇宙しか使えないけどね、試作3号機は。ステイメンからじゃなくて、いきなり、大きく作れるんだ。メガビーム砲5500。エネルギーの消費が多分めっちゃ凄そうだけどね。あ、そんなでもない。35か。今までエネルギー70とか使ってた気がするんだけど。アイフィールド、パージカの脱出機能。めちゃ強いわ、こいつ絶対。で、あ、ステイメン普通にいるじゃん。いきなり作れるんだ。それはすごいね。2号機アトミックバズーカ1万。てか普通にアトミックバズーカマップ兵器以外でもあるし。で、試作1号機。フルバーニアンはないね。こっから作らないといけないのか。交換でなんかあるかな。ピクシー。あ、フルアーマーがある。あー、ヘイゼルね。普通のガンダム。フルアーマーガンダムちょっと作ってみようかな。試作1号機系はまだちょっと早いもんね。フルアーマーガンダムでも移動力が遅そうだな。でも6あんのか。お、意外にいいね。ちょっとフルアーマーガンダムにしてみよう。24,500円、しょうがない。で、ピクシー。ピクシーは、スレイブレイスって何これ。もはや何の機体だか分かんないけど、とりあえず作っとこう。で、初期ジム寒冷地仕様か。これはあれだよね、アレックスの時の機体だよね。で、陸ジム。陸ジムは、あー、6まで上げないとダメか。ジムスナイパーとかいるし、むしろジムスナイパーもう変えられるし。これがジムスナイパーカスタム。ジムガードカスタムなんているんだ。ガードカスタムとか弱そう。ガーディアンシールドって何。かっこいいんだけど。対ビームコーティング持ちか。あ、でもそれはすごいね。ジムスナイパー2。狙撃用ライフル、マシンガンもあって狙撃用ライフルも持ってるのか。確かに使いやすいよな。まあ、まずはジムスナイパーカスタム。でもビームライフルの射程が5になるな。まあいっか。とりあえずジムスナイパーカスタムから順番に作っていくか。でこれか。 BSD、 あれ BSD、 あ、そうかそうかそうか、生産はできるようになってんのか。メガビームランチャー。お、何が違うんだ。
何が違うか分からんけど、っていうかさ、こいつ地上 C だったんだ全然気づかなかったな。宇宙が S になる。まあいいや、地上 C は変わらないけど、これにして、でこれは、あ、コアファイターダブルゼータガンダムなんだマジか、作るだけ作っとくやっぱ強くはないからね、別に。これさ、ガンダムとさ、なんか設計できそうな気がするんだけど。で、こいつはビショップ。ビショップって何？あー、なんかいた気がするな。何かはわからないけど、 G ジェネでなんかいた気がする。ってことはさ、こいつ多分ニュータイプ用だよね。オールレンジ攻撃とか。ジオングの出来損ないみたいだな。そうすると覚醒値があるやつがいいね。こいつか。こいつも覚醒値はあるか。うん、まあレベルは低いから、とりあえずこっちでレベル上げしとこう。で、初期ジムはレベル5まで上げないとダメだね。あれ、こいつなんだっけ。あそこレベル6か。で、EG8 と全然上がってねえな、ここら辺のやつら。あー、なるほどね、ここら辺になるんだ。 EG8 よりはピクシーの方が強いんだね。確かに EG8 がそんな強い感じはしないからね、別にドム、ドワッチとかまで行くんだ。ドムフェイフとか知らねえし、なんだこれ。基本的に地上戦だな、全部これ。ビッグドームは宇宙だけど。じゃあせっかくだから、ドワッチを作っていきますか。で、ここはレベルが上がってないな、まだ。6とか見てみたいからね。ヒルドルグも6か。で、グフ。グフカスタム。グフクラフトタイプがあるよね。クラフトタイプって貴重だよな、飛べる機体は。今この段階では。で、ユニット管理で一応設計を見てみよう。ダブルゼータとか。作れないね。チーム関連仕様、全設計。ザク2砂漠仕様とか、関連仕様とか。ここら辺から作っていくのか。全設計がないのは多分、もう設計しちゃってるってことだもんね。あ、ゴックとか入れていこうかな、次。よし、まあ、とりあえず、こんなものかな。あ、そっかそっかそっか、ここでもなんかゲットできるんだよね。あ、アンネローゼ、ローゼンハイン。これ何あ、ビショップ。作ったからか。こいついいな、ちょっとスカウトしたいな。はい、というところで、じゃあこれでステージ2が終わって、なんだっけ、名前忘れちゃった。クロスディメンション0079、これは終わりましたね。じゃあ、また次回は別の物語をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。